いやー雨ですね。雨ですね。でも納車の日は晴れるかもしれないですよね。納車は晴れるんじゃないですかね。ここ工場。あ、ここ工場なんですね。ここで結構人多いですね。工場長の新一先生です。工場長の新一先生。新一先生。はい。新一先生。なんかすごい超久しぶりのディーラーって感じですね。いやまさか俺新車買う日来ると思ってなかったな。これパンアメリカですか？これパンアメリカです。これもスタンダードのカラーですか？そうです。これブラックで限定はそこにあるグリーンなんですよ。これが限定。何これ？これ何ですか？これも水冷なんかなんですか？ちょっと排気で小さい目の水冷の。あ、そうなんだ。アメリカのところは1250ある。はい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 。これがどの1250。どうなんですか。具体的な。あ、あのレースめちゃくちゃかっこいいですよね。あのなんかツアラーみたいなレースですよね。あ、これ見たことあります。そう、めちゃくちゃかっこいいねこれ。なんでバックつけたまま行ったって言いたくなっちゃう。いや、これめちゃくちゃかっこいいですよね。コージ、ちょっとまたがらせてもらえないよ。おお、なんか小人やん。すげえ。どうですか。いや、すげえとしか言えないですね。倒さないでよ。マジで。倒したら勝ってね。うん、倒さないでもう降りるわ。うん、うわあ、すげえでけえ。工事には無理だ。このなんていうんですか、こういうのなんかこう、わかんない、アドベンチャー的な感じなんですか。アドベンチャー的な感じ。ああ。いやー、すごい。ちょっとこの後さ、また。ね、車両が来るのをちょっと待ってみようか。はい、OK。 社長、こんにちは。ディーラーへようこそ。あ、どうも。最新版どうですか。乗りたいですね。やばくないですか。やっぱこの水冷のペタッとした感じがちょっとなんかこの目が慣れてないのかな。目が慣れてないですね。やっぱこれ、ね、水冷だからこの値段なんですか。これ多分カスタム。あ、これ自体は、はい、バックついて、うん、バックとシーシューバーと、やばいな、ディーラーでいじると破産するかもしれないぞこれ。いや、それを踏まえてみんな買ってるんですよ。基本的に破産するのを踏まえて。以前さ、 YouTube でディーラーに行った動画を撮ったんですよ。その時にディーラー出せみたいなこと言っちゃってたの。言ってます、ね、あのその時も本当ごめんなさいって感じなんですけど、はい、今回買うから、ちょっとまだ来てないんだけど、ちょっとこっちのエンジンに慣れてきてたもんで、すいません。箱がある、箱がある。間に合いましたね。来ないかなと思いながら。お願いします。早く早く。ちゃんとハーレーのクロックス。そうなんですよね。本人はガラス越しで見て。逆なんですよ。逆なんですよこれ、絵がカメラマン中外行っちゃって。今日仕事で必死に頑張ってますね。いや、落としてもらいたいな。いや、ちょっと、え、ちょっと待って待って。
頼む頼むから落ちないでくれ。ちょっと幅狭くない？ちょっと狭い。あと後ろ寄ってる。はい、いい、初またいでいいですか？マジでいい？そう、待って。おい、うわ、なんかね、めちゃくちゃ低い。普通にいける。こういう感じなんだ。時に説明しますけど、はい、鍵付きのキャップなんで、はい、鍵を入れて、はい、緩めて、はい、当たったところから戻して、はい、鍵抜いちゃってください。あ、そうなんだ。これでロック解除されるんで。あ、なるほど、はい、じゃあそこで一回ロックになってるんですね。そうです、はい、あと開けて直しください。いいっすね。これ軽油も混ざってますよね。ちょっとだけ。おい、うん、ほら。潤滑のため。あの、できればあのヒューエルワンとかそっち混ぜてほしいんですけど。面がいいわ。めちゃくちゃ面がいい。もうこれ初のエンジン始動ですもんね。エンジン始動。ちょっと支払い関係ちょっとやっちゃうんで、はい、ちょっとしたやついいですか？はい。いやー、でもさ、ヴィンテージとまた違うあれだよね。で、あれがさ、新車で
買って350万ぐらいでしょ、安いよね、そう考えると。モテるんだったら安くない？ですよね。これなんで今回これ買ったかっていうと、バカライドヴィンテージがヴィンテージしかしなんか乗らねえんじゃねえかっていう、んなわけねえだろっていうのをお届けしたいなと思います。はい、でも撮るのは、はい、ヴィンテージ車両です。今回ね、あの番外編なんだよ。だからこれ車両紹介することはもうないの、納車の時と、はい、まあ、この回しかないと思うんで、その後紹介することはないです。キャンプとか、キャンプとかニーズがあれば、そのキャンプに行った人たちのつながりとかがあってきたら、でも俺らポテンシャルないじゃん。ないです。キャンプの、キャンプのポテンシャル一切ないです。ないじゃん、はい、乗るだけでいいんじゃないっていう感じで。僕新車買うのが23年とかですね、18年とかだったんですよ。こんな感じだったのかな、こんな感じだったとか。まあ、お車さんも金額が入るということで、こちらの方で使用して、今払ったんで、お金は終わらせたいので。はい。